小国方段です。今日はですね、日曜日の河原町に出てきております。祇園祭りとかも開催されてるんで人がめっちゃ多い。今日7月15日オープンする新店行ってきます。京都芋屋、芋と野菜ってとこなんですけど、こんな暑いのに芋と思って、もう焼き芋っていうイメージしかないから、もう芋といえばでもそういうこっちゃないみたい。ちゃんとスイーツというか夏とか関係なく楽しめるメニューが揃ってるみたいなんで、はい、どんな感じか行ってきます。最寄りは河原町の9番出口です。ここから徒歩3分、9番出口を出て右ですね、新京極商店街をまっすぐ進んでいきます。店どこやろ。この通りで合ってると思うんやけど、芋のお店どこ、これかな。あ、ここやん。この日ですね、プレオープンということで関係者とか、あと事前に予約した人だけが集められてるんですけど、はい、なんかちょっと萎縮してますね。多分ブロガーとかインスタグラマー的な人らがほとんどやと思うんですけど、この集まってんので、ここテイクアウト専門店なんで、こうやって外で立ちながら食べることになるんですけど、あの通行人もね、なんかタダでもらえるんちゃうんか、何やってんのって感じで集まってくるんですよね、結構。だからてんやわんや。こういうのガツガツ取りに行けへんねんな。完全に芋ってますね。もうなんならちょっと帰りたいなとか思ってる、正直。あの楽しみではあるんやけど。これがナルトの紅はるかって言って、はい、ナルトの里浦っていうところで採れたお芋で、あのすごいミネラル豊富な畑で採られているので、すごい味が濃いのが特徴です。こっちはね、熟成技術がほんま日本一とも言って過言でない、あの千葉県の石田農園っていうところで採られてるお芋で、あの蜂蜜みたいな甘さが特徴です。いただきます。はい、冷やし焼き芋。冷たいのが、なんかね、白いブラックサンダーみたいな。そうですね、どっちやねんっていう。この冷やし焼き芋ね、1g 4円なんで、だいたい僕が手に持ってんのんで300円から400円ぐらいになるって言われましたね。で、ただの焼き芋の冷たいバージョンっていうよりかは、あのちゃんとスイーツ感ある、超ねっとりで、超ねっとりで、あんま甘い。だいたい一般的に1時間半ぐらい、あの焼かはるみたいな、焼き芋っていうのは。でもここは倍の3時間焼き上げるみたい、じっくりと。次ですね、芋チップス380円で、僕が食べたんが、3つかけたんで480円。いただきます。もう手塞がってるからもうかぶりつくしかないわ。もうこれはね、もう名前のまんまっすわ。芋のチップス、芋チップス、あの要スーパーとかで売ってる芋チップス の、 あの本気バージョン、ガチバージョンって感じ。塩っ気と蜜の甘さが絶妙。今お店の人が商品説明とか前で一生懸命してくれてはんねんけど、ちょっと食べんのに必死で全然頭入ってへんねん。なんか今までのところでご不明な点とか、なんかここ聞いときたいとかございますか、商品のこととか含めて。ご不明な点しかないよ。よろしいですか、ありがとうございます。きたー、あ、うまそう。今助かるわ。このチップス、チップって一緒ですか、さっきいただいたんと。あ、そうですね。うわ、溶けてきてる。地獄や。映え写真とか撮りたいけど、なんか撮られとるわ。 A スポット、 A ポジション撮られとるわ。もうこれはね、もう間違いないというか、外しようがない。あ、うまいわ。なんか冷たいのがええわ。すいません、手元デロンデロンなんで、ちょっと手伝ってもらっていいですか。もちろんです。
おしぼり出してもらっていいですか。はい、ほんますいません。いや、ちょっと甘えさせてください。はい、行きましょうか。あ、すいません、ありがとうございます、助かります。すいません。左手にねカメラ持って、右手にソフトクリームなんで両手塞がって持ってるから、ちょっと手伝ってもらいました。あ、上行きます。この上行きますっていうのは、この日に限って製造室を見学できるみたいで、一緒に参加しますって意思表明します。で、食べ終えて声かけてくれた人と写真とか撮ってね。ありがとうございます。で、なんやかんやしてたら、なんか周りに人がおらんなってなって、えっと思って、見学のみんな、あ、もう行かれました、はい、あ、取り残されてる。あ、すごい心細い。あ、はい、スリッパ履いてもらって。スリッパ、はい、3階なんでちょっと怖いんですけど。あ、はい、頑張ります。うわ、いやいや、こんな。こちらスイートポテトですね。で、お土産に持って帰っていただくスイートポテトとかもですね、これ焼き芋の皮を下に敷いてあります。焼き芋の皮にはこのヤラピンっていう成長作用がある成分含まれておりますので、ぜひ皮まで召し上がっていただきたいっていうのと、あと皮にこの蜜が染みてるので、皮までうちは美味しく召し上がっていただけるように焼くことを意識しております。人通り説明聞き終わって手土産もあるみたいなんで、はい、それだけもらって、あ、ちょっと家帰ってお土産のもん食べよう。もう、なんか冷やし焼き芋みたいな。美味しそうやな。美味しそうやば。約300円ぐらい、これで。美味しい。歯なくても食べられる。紅はるかシルクスイート。うん。あ、今のサンドイッチ？うん。これで580円。あ、すごい。ケーキやん。食パン。食パンに。うん。生クリームとあれやろ。うん。パンあんまりちゃう。これパンいらん。ようわからんよな、うん、この質感やったら。ほんまのパンすぎひん。なんかスイーツに合わせたちょっとしっとりっぽい感じじゃなくない、うん、本気の食パンじゃない。なんか生クリーム美味しいもん、うん、でちょっと固めな感じでいいわ。生クリームやろ。そう、うん、そっちがいい、うん、ラストを飾るのがこのスイートポテト。これがね、ちょっと衝撃的にうまかった。スイートポテト、うん、化粧落とした後に食べてへんの気づいたんで、ちょっと顔出しなしで食べますけど、下がね、そう、こんな感じで皮になってんね、芋の。これめっちゃうまいやん。これ何？これ一番、これ一番おいしい。なあ。うん。舌カリッとして。これや。これやってメインは。何これ？これやスイーツナンバーワンは。うまいな。